始まりましたお兄チャンネルありがとうございます。さあ、岩手競馬を盛り上げよう2021第1弾ですのさっき1でした。さあ、ということでですね、今年もね、やらさせていただきます。岩手競馬を盛り上げよう。まあ、去年もね、だいたいこの時期ぐらいから、やらさせていただいたんですけれども、今回は一発目、ダイヤモンドカップでございます。まあ、ほんまにね、このダイヤモンドカップって調べてみたら、めちゃくちゃいろんな、スポーツでもある名前なんですね。まあ、レースと言いますか。はい。まあ、ゴルフとかね。なんか、競艇とかサッカーとかでもあるみたいなんですけど、今回のね、このダイヤモンドカップは、水沢競馬場で行われます、岩手競馬の第1冠目ということになっておりますね。はい。まあね、フルゲートにはね、ならなかったんですけども、いいメンバーがね、揃いましたよね。はい。大体ね、もう今ぐらいの時期っていうのは、まあ、各地方競馬でですね、まあ、1冠目というのがね、行われていくわけなんですけれども、この1冠目はドキドキしますね。本当にね。はい。やっぱりね、ここで勝たないと、まあ、三冠の権利を得れないという、この大事な一戦でございますんで、非常にね、注目ですし、去年もね、私、このレースかなり意気込んでたんですね。確かね、フレッチャ・ビアンカという馬をね、本命にさせてもらったんですよね。しかし勝ったのが、グランコージーという馬でしたね。グランコージー強かったですね。フレッチャ・ビアンカもその後どんどん強くなって、結果ね、2冠を制するのはね、フレッチャ・ビアンカの方だったんですけども、ここはね、水沢の競馬場で走るということなんで、グランコージーの方が血のりがあったような印象でしたね。最終的にはね、前でレースを運んで、そしてね、結果逃げ切る形、そしてフレッチャ・ビアンカも早めから動くんですけども、差して届かずみたいなことだったんで、やっぱり水沢競馬場っていうのはね、この先行逃げ切り勝ちというね、パターンの馬が有利なんかなというふうに思いますね。でですね、やっぱりこのグランコージーも、やっぱりここを勝って、東北優秀でもね、かなり人気になって、んですけど、まあ、また舞台が違いましたからね、あのレースでもね、いいところを見せたんですけど、フレッチャ・ビアンカがね、逆転したということになったんですが、でもね、ここはね、さすがに、水沢、走り慣れてる馬の方が有利かなと思いますね。まさにこのダイヤモンドカップ、ダイヤの原石を見つけるレースと思っておりますんで、ここでね、バチッとね、ダイヤの原石見つけていきたいと思います。まあ、キラキラもう光ってる馬がね、なんとかいてるんですけれども、さあ、今年、ダイヤモンドカップ2021はですね、9頭立てということになりましたが、なかなか面白いメンバーですよね。というのも、まあ、一応僕の持ってる新聞ではね、2強の様相ということですよね。はい。どんな2強かと言いますと、外の2頭ですよね。8番の龍の信玄、そしてね、9番のゴールデンヒーラーということでね、強い男の子なのか、強い女の子なのかというね、戦いですよね。まあね、ちょっとサクッと、私の印から、言わさせていただきたいと思います。本命馬は、龍の信玄です。まあ、そりゃそうですよね。前走のちょっとスプリングカップ、強すぎましたね。まあ、正直ね、その上位勢っていうのは今回そこまで差はないかなと思うんですけど、やっぱ龍の信玄の方が、やっぱ前走の勝利のインパクトが強かったんですよね。そして成長具合が見られましたよね。その2走前の金牌ね、このグランフォロミーというね、馬とはね、結構接戦を演じてたんですよ。接戦を演じての勝ちやったわけなんですけれども、スプリングカップはですね、そのグランフォロミーを先で突き放してしまえということで、まあ、水沢の乗り方してですね、最後グランフォロミーは届かずということで、一生懸命頑張ってたんですけど、逆に外から支えてしまうというパターンやったんですけど、まあ、龍の信玄のね、レースは強かったですよね。あのレースがここでもできるならば、まあ、かなり硬いんじゃないかなという思いますよね。グランフォロミーと接戦を演じた金牌からのスプリングカップ、グランフォロミーを寄せ付けなかった、成長具合っていうのがね、かなりこの馬の強いところでしょうね。そして、対抗はですね、もちろんゴールデンヒーラーですね。これももう頑張ってほしい馬、牝馬なんですよね。今回ね、2頭牝馬が出てるんですけど、そのうちの1頭がこのゴールデンヒーラーで、この馬も強いで、やっぱりね、なんでしょう、こうセンスがいいんでしょうかね。なんかね、当たり前かのように直線先頭で、レースを立ち回ってくるんですよね。なんか直線に動くまでのこの4コーナーでね、グッとギアがスムーズに上がってくるんでしょうね。すごくなんかレースセンスがいい牝馬だなという風な印象を受けますよね。で、最後はね、ある程度、セーフティーリードを突き放したらね、最後はちょっと余裕を持ってゴール、最後は詰め寄られるも、まあ、しっかりと勝ってくるというようなね、なんかその、勝営の双方といいますか、しっかりと、ゴール板、そしてレースの展開というのを分かってる馬やなというふうな印象を受けますね。前回もね、マイルもね、経験してますんで、ここは問題ないかなと思いますね。2走前よりさらにね、着差も広げましたんで、いいんじゃないでしょうか。そして、単穴は2番のシエルグリーンです。この馬もひょっとしたら水沢の怪物かも。多分ね、2強とはね、ちょっとだけ差開けられるんかな。どうなんかな。ちょっとね、今のところね、オッズまでは分かんないないんですけど、この馬もめちゃくちゃ強いですよね。中央から来たね、初戦なんて、まあ、850m のレースね。まあ、メンバー弱かったとはいえ、そんな短いレースで大差つけます？あのスピードにはちょっとびっくりしましたよ。いろんなレース振り返ってまいりましたけども。で、まあそうですね、まあ龍の信玄が本命で、この馬がなんでターンアナかと言いますと、まあ、逆転の余地はあると思ってるんですよ。この馬の能力も、スピードもかなり高いんで。やっぱりね、ちょっと使い詰めっていうところがちょっと気になるんですよね。この龍の信玄はやっぱね、この間スプリングカップを使ってここに挑めるというね、かなりね、いい臨戦過程をね、踏めてるんですよね。しかしね、このね、まあ、シエルグリーンも、使い詰めではあるんですけれども、まあ、全部が楽勝なんでね、そこまで、消耗はしてないんかなと思いますね。あとはこのクラスの高いね、このメンバーと戦って、このシエルグリーンの能力、スピードがどこまで通用するかですよね。僕はね、まあちょっとゴールデンヒーラーあたりが逃げてですね、最後、頑張るんだけども、龍の信玄か、ちょっとシエルグリーンか、このね、ポテンシャルの高い馬が、チュンって刺してくるに違うかなと思うんですよね。そういったような展開になるんじゃないかなと思ってます。で、そういった意味で、早い展開になったら、刺してくる馬というのもね、気になるんですけど、ここちょっとあんま見つからんかったですね。ファイントリップあたりがね、出てきてたらね、面白いかなと思ってたんですけど、ここはなかなか見つかりませんでしたね。まあそんな中でもやっぱグランがね2頭出てますよね。去年のね、勝ち馬グランコージと同じ馬の資産グランステーファノ、そしてグランフォロミー、そうやったらやっぱグランフォロミーの方がね、やっぱりいい馬なんじゃないかなというふうに思いますよね。ここでね絡んできそうなのはグランフォロミーかな。まあ2走前にね龍の信玄とやり合ったあの時のねポテンシャルが本当ならばですね、ここでも通用してくるんじゃないでしょうか。まあギリギリ3着にこれよかこれへんかぐらいかなとは思ってます。グランステーファノもねいいんですけど、ちょっとやっぱ右回りが不安かな。先ほど言いました通り、水沢のレーサーですね。水沢でずっと勝ち続けている、水沢の走り方を知ってる馬が強いと思ってますんで、ここはちょっとグランステーファノよりグランフォロミーの方がいいかなと思っております。あとはまあそうですね、愛のエスポワールもね、いいんですけど、ちょっと前走ではね、前にいたグランフォロミーをさせなかったというあたりとかね、逆にね、刺されてしまいましたから、そうとかはね、そういった意味ではちょっと勝負付け進んでるかなと。三栄マジックね、白神ロード、リップクリームあたりも、まだ人気するんでしょうが、これもちょっと、スプリングカップで、勝負付け進んでると思ってます。はい。ということで、私の今回のダイヤモンドカップの解明はこちらです。はい。という感じになりまして、はい。まあ、ちょっと厚めに買うやつもありますけれども、やっぱりね、今年の岩手競馬を盛り上げよう。初戦、一発目なんでね、やっぱ当てたいっすよね。で、当たった中でも、まあ、配当が良い方で転べば最高かなというふうに思っております。さあ、ということで、とにかく、好スタート、切らしてください。